本日も見える旅ご視聴いただきありがとうございます。本日も近鉄全駅行ってみたシリーズの前回の引き続き京都線をやっていこうと思います。こんな感じでね、前回こちらまで行きましたので、そちらから続けてやっていこうと思います。新田辺駅から始まりまして、ちょっと入線シーン取り忘れてまして、こちら到着しました駅は、神戸駅になります。こちらの神戸駅は、同志社大学の、京田辺キャンパスの最寄り駅となります。ホームはですね、2面2線の相対式タイプの駅となっています。改札出まして、こちら側が東出口のロータリーです。東出口から踏切を渡りまして、こちらが西側の出口です。改札口付近はこのような感じです。そろそろね、次の駅に向かいたいんですが、ちょっとね、他のお客さんも多かったんで、ちょっと入線シーンは撮れてません。新田辺で電車を乗り換えまして、到着しました駅は都庄駅です。こちらの都庄駅も、2面2線の相対式タイプの駅となってます。ご覧の通りですね、新田辺駅より京都方面の駅はですね、全ての駅が6両編成が入るタイプの駅となってます。ちなみに、新田辺駅から西大寺駅までの間の、普通電車しか止まらない駅は、有効長4両しか入らないタイプの駅もございます。改札出てきまして、こちらが西大寺側の出口になります。このような形でね、地下通路で結ばれてます。でこちら側が、京都方面側の出口で、このような形でモニュメントみたいなのもございました。おそらくこちらが正面になるんでしょうかね。それではホームに戻りましょう。新田辺駅の各駅停車に乗車しまして、新田辺駅で乗り換えまして、宮牧駅まで行きたいと思います。新田辺で乗り換えまして、この橿原神宮前駅の各駅停車に乗ってきまして、到着しました駅は、宮牧駅です。こちらの宮牧駅は、2面2線の相対式ホームで高架駅になりますね。高架されたのもね、結構最近なんじゃないでしょうかね。結構綺麗な感じの駅になります。インターネットで調べたんですが、宮牧駅の両線とも高架が完了したのは2005年だそうです。こちら宮牧駅改札出てきまして、正面から撮影しています。こちら側がね、ロータリーがございまして、JR のね、宮牧駅と乗り換えも可能となってます。こちらがですね、 JR の宮牧駅です。学研都市線の駅ですね。こちら改札前です。結構で、ね、綺麗ですね。でこちらなんですけど、逆側の方の看板を撮影しています。こちら側の出口はですね、マンションとか住宅とかですかね、並んでます。改札中入りまして、こちらが改札内のコンコースです。かなりですね、綺麗な感じです。次の駅に向かいます。京都線からのね、直通の天竜駅ということで、ちょっと珍しいですね。続いて到着しました駅は、宮津駅ですね。
こちらの宮津駅はですね、ご覧の通り宮津車庫が併設しています。もともとはですね、宮巻信号所として機能を開始した後、駅設備を整えて宮津駅として開業したというね、経緯があるそうです。で、こちらの宮津駅はですね、普通電車しか止まらないんですが、1日数本しかないんですが、宮津行きの急行のみ、終着で止まるというね、ちょっと特殊なタイプの駅ともなってます。このような形で島式なんですが、外側にね、通過線があるタイプの駅となっています。でね、改札出てきまして、こちら外から撮影しています。線路下をくぐってきまして、こちらの方は JR 線も走ってますね。学研都市線ですね。それではね、次の駅に向かいたいと思います。まもなく2番線に電車が参ります。危険ですから白線の内側でお待ちください。大和西大寺行きの各駅停車に乗車していきます。で、こちら到着しました駅は駒田駅になります。こちらの駒田駅は、2面2線の相対式タイプの駅となっています。このような形ですね。西大寺方面側の改札を出てきまして、このような形で駅舎になりまして、ロータリーがこのような形になっております。綺麗でしたよね。最近整備されたんでしょうかね。かなり整っているような感じでした。で、こちらが、京都方面側の出入り口になります。先ほどね、西大寺側とは違ってちょっとね、狭い感じのところに作られておりました。ではですね、ホームに戻ります。ちょうどね、戻ってきたところですね、大阪難波駅の特急青鬼吉がね、通過していきました。駅構内はですね、このような形で地下通路で結ばれているような形です。ですいません、動画の方はちょっと飛びます。ちょっと入線シーン撮れてなくてでして、新放送の駅まで普通電車に乗った後、急行に乗り換えて、到着しました駅は、高野原駅です。正面の改札口ですね。高野原駅はですね、一部の特急も停車する駅となっています。で、こちらが、イオンモール高野原で、あのかの有名なね、敷地内で、奈良県と京都府の県境があるというね、イオンになります。こちらの高野原駅は、2面4線構造の対比可能駅となってます。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き近鉄全駅シリーズもやっていきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。